はい、こんにちは、ケイです。今日はですね、トレクルでやっていきます。それで今日はスペシャル等のこの秘密のお仕事が12時からスタートになったんで、ルーキーですがやってみたいと思います。なんか条件、力属性キャラのみしようっていうのが書いてあるんですけど、どういうことですか、ちょっとわかんないんで、ちょっとやってみないとわかんないんで言ってみます。ちょっとじゃあここで全然関係ないやつ選んだらどうなんですかね。まあちょっとそこらこれ選んでみようかな。はい、なるほど、こういう状況になるわけですね。はい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 。じゃあこれ全部力属性にしとかないとやばいよっていうことなんですね。はあ、なるほどね。これめっちゃむずいっすね、そうなると。じゃあここでもうヘポコキャラしか使えないってことですよね。そうなりますよね、これ。あ、もう3体しか使えないじゃんどうなるんだろう。これでちょっと行ってみようかな。じゃあいけんのかな、これ。ちょっと行ってみようかな。ということはここもこういうやつしか使えないってことですよね。あ、これもダメなんだ、使っちゃう。なるほどね。じゃこれも外して、これも外すと、一応もうこれしかいないっていうね。はいはいはい、もうこれしかいないんだ。なるほど、なるほどね。これしかいないって大丈夫なんですかね、これ。ちょっとまあわかんないけどやってみましょう。要はこれでいくってことですね。絶対やばくないですか、これ。はい、行ってみましょう、出発。はい、どんな感じなんですかね。キャラ全然いないから絶対負けますね、これねまあとりあえずやってみて。全然だって戦えるやついないですよ、だってこれ。大丈夫なのこれ。まあ一回やってみましょう、せっかくなんで。はいはい、もうここからはもう食らわないですよ、これ。食らわない食らわない。あとは最後このスケットさんにお願いするしかないですね。こういう状況で戦ってるわけですよね。はい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 、と絶対やばいですね、これね。はい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 、と1個目はなんとかなりました。1個目はね、次はもうやばいっしょ、さすがにこれやばいでしょ。どうしようもないっすよ、これやりようがね。はい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 、いけますかね。ちょっともうちょっと頑張ってみましょうね。はい、いや結構強いよこれ。全然効かねえよ。お、やべやべやべ、一体も倒せねえっていう、これ結構きついですね。はいはい、いやー全然やばいですよこれ。あ、まあまあ攻撃があんまりカメさんは食らなくてよかったですね。その前にもう一旦ずつ確実に仕留めていかないと。いやーこれ全然効かない。こいつ強い。よし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 、やっぱ助っ人さんがさすがっす。いやーこれ、はいはい、うわー、まだ生きてますよ、カメちゃん。カメちゃん強いね。やりますね、カメちゃん。はいはい、倒しました。さあさあさあ、これ絶対これやばくないですか、勝てんのかなこれ。うわ、先制攻撃とかずるい。ちょっと待ってよ、なになになに。あ、そ、あ、あ、スロットが変わってくるパターンなんですね。ちょっと正確な攻撃しましょう。えい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 、いやー全然効かねえっすよこれ。大丈夫かなこれ、全然効かないっすよ。まあ、ここはもうしょうがないっすよね。戦闘キャラじゃないっすから、ね。うわぁ、やばい。あ、やばい。あ、710。ギリあと2回耐えれるぐらいですかね。ちょっとこれあと2回倒せるのかな。はい。はい。はい。いや、ダメだ。全然。肉が出てこないともうダメだ。これ、やばい。やばいやばい。全然ダメだ。パーフェクトにやっていくしかないっす。はい、あーさあ、くっそー、なになになに、おい、マジかよ、ここで必殺技出すの。
うーわ、めっちゃ食らうっていう。マジっすか。ちょ、肉を確実に確保して、確保して倒せんのかな、ほら。いけますかね、いけますか。あざっす、いきましたー、やりましたー。ルーキーですけど、やりました、やりましたよ、倒せましたよ。ただまあ何にも手に入って気はしないですけどね。まあ亀さんくらいですかね、亀さん。はい、あとはまあこういうやつっていう、まあそれはそうですよね、これしか手に入らないっていうね。はい、やりましたよ。え、この力属性キャラのみってめっちゃむずいっすね、これ。この条件ちょっときつくないっすか？これきついっすよね。まあ僕がだけなんですけどね、多分ね。もっと強い皆さん持ってる方は、多分力属性いっぱい持ってたら多分余裕でいけます。はい。ということで、今後はこういう条件があるということもね、勉強になりましたんで、全種類こうね、均等にね、なんかこう、別々じゃなく、ちゃんと集中してね、育てていくのも大事だって、私学びましたんで、はい。勉強になりました。ということで、本日の動画を見ていただきまして、ありがとうございました。はい。また次回もですね、お試しいただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、本日も失礼いたします。